危ない。危ないだろ。はい、はい、いいか。お前ら、準備いいか。もちろん大丈夫だ。いつも。せーの。はい、大輝。あざっす。また俺のお小遣いがポテトに溶けていく。はい。ご注文どうぞ。あ、はよ。さくらちゃん。ハロー。ダラダラしてんならさっさと頼んで。はいはい。鬼盛りポテト。お、二つ。かしこまりました。え、一人一皿。かわいそうな大輝。俺たちはお前の味方だぞ。お前らのせいだし。いらっしゃいま。なんだ、あんたか。冷たいな。みんなまだ来てない。一番乗り。おお。なんで嬉しそうなの。すみません。まともに話すの初めてですよね。あ、はい。あ、2年1組の渡辺ひなです。あ、7組の後藤大輝です。ごめんなさい、あと10分で出勤なので、そしたらすぐどきます。いやいやいや、後から来たのは僕の方なんで。ああ、すみません。ちゃんゆい好きなんですか？めちゃくちゃ好きです。ライブ毎回行ってます。どのアルバムが一番好きですか？3年前の Dear A。じゃあちゃんゆいのライブ結構行くの？うん、結構毎回行ってる。え、じゃああの3月のやつも？うん、行ったよ。え、じゃああのライブ来てたんだ。うん、2階席に。2階席？俺もあのライブ2階席だったよ。え、じゃあ本当にすれ違ってたかもね。あー、てかひなちゃんバイトの時間は？あー、ごめん、さっきの嘘。え？本当はあと1時間ある。めちゃくちゃわかるわ、その気持ち。俺も先輩と二人きりで帰るの気まずすぎて、わざとトイレ行ったりするもんな。私もやる、それ。そしたらこの前、先輩がトイレから出てきても待ってくれてて、あれは失敗だった。
ごめん。ん？昔からこうした方が美味しくなるって感じちゃうんだよ。行儀悪いですよね。なるほど。なるほど。あ、ありがとう。なんでご飯潰してんの？大輝くん直伝。変なこと直伝しないでくんない？すみません。さくらとよく喋ってるよね。あー、うん、俺らここ週5で通ってるから。いつも怒られてる。さくらが男の子と喋ってるの初めて見た。嘘？ほんと。ナンパとかはしょっちゅうされてるんだけど、いつも、は？の一言でバッサリ。いいそう。さくらは可愛いし、かっこいいの。髪の毛とかいつもおしゃれにして似合ってて。私はああいうの似合わないから、羨ましい。なるほど。ねえ、なるほどって何？いや、美味しいよ。美味しいんだけど。次回もやる？次回はいいかな。美味しくないじゃん。恋だな。恋か。いい加減席に座ってくんない？まずは連絡先、そしてデート。え？お前今度のちゃんゆいのライブ行くだろ？うん、たくみと行くやつね。楽しみ。それ俺行かない。え？代わりにひなちゃんと行ってこい。大輝、お前のそのはあはあうるさいため息は恋の病。え？その病気は状況が変化しない限り改善しない。恋？え？なんとかして連絡先を聞かなくちゃな。直接聞くのが一番だろ。え、待って、無理無理無理。ま、無理か。ヘタレだもんな。直接言われるとちょっと。あ、いいこと思いついた。ライブに行きませんか？あと LINE と名前を書いて皿の上に載せる。ひなちゃんが回収に来る。はい、ミッションコンプリート。やってみるか。え、無理無理無理。このくらいは頑張れ。だってひなちゃんとまともに話したの今日が初めてやったんだよ。そんなすぐに？じゃあいつだったらいいんだよ。何回話したらすぐじゃないの？それはでも、これで決めよう。お下げします。お願いします。ありがとう。大輝、ファミレス行こう。
行かない。連絡来なかったからって落ち込むなって。やっぱり直接伝えなきゃなんじゃないの。直接断られたらもう二度と立ち直れない。好きじゃんそれって。もう俺先行くからね。ね、後ろ乗ってく。道路交通法違反だから嫌。道路交通法違反難しいこと言うなよ。はい、行こう。待って、やっぱ俺も。I'm not afraid to die.